選挙結果を報じる新聞、世界通信第3回参議院議員通常選挙は、1953年4月24日に日本で行われた国会議員の選挙である。第1回参議院議員通常選挙によって選出された参議院議員は、日本国憲法第102条の定めにより、全議員のうち半数の任期を6年、残り半数の任期を3年とした。 この任期6年とされた議席を対象とした選挙である。本選挙の全国区において、栃木県佐野市の投票所で、候補者、平林剛氏の所属する、党派名、日本社会党を、日本共産党と呼起したことにより、1954年9月24日、最高裁判所の上告審判決により、佐野市での選挙が無効となり、大倉誠一、関根急増、 大谷人を、八木秀治、柏木孝二、楠木美、吉尾の6名が失格した。そのため、1954年10月17日、佐野市で再選挙が行われ、その結果、前期6名のうち楠木美、吉尾が落選し、平林剛氏が当選し確定した。自由党社会党、左派社会党、右派会信党、緑風会諸派無所属自由党社会党、左派社会党、 右派改新党緑風会諸ハム所属この選挙で、初当選初当選者のうち、衆議院議員経験者には、貴族院議員経験者には、の表示がある。自由党改新党日,会党日本社会党日本社会党緑風会諸ハム所属この選挙で帰り咲き、改新党日本社会党日本社会党この、選挙で引退、不出馬自由党改新党日本社会党自由党、 緑風会労働者の民党、第一クラブこの選挙で、落選自由党改新党日本社会党日本社会党自由党緑風会日本共産党諸派、無所属。ありがとうございます。